皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんとリフレクションのギターとリーダーのあくんです。どうも激辛ジョイス今日もみんなの心をつけちゃう、はい。今回は、私がやっているバンドのリーダーのあっくんとバトルマスターに激辛ジョニーね、名前変えましたから。何ジョニー？激辛ジョニーです。はい、ジョニーさんですね。まあ、ジョニーでいいですよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、いきなりですけど単刀直入に聞きます。はい、お二人はノンケですか？ノンケです。ノンケです。本当？本当に女の子大好き。ノンケです。はい、ノンケっていう言葉は男として女の子を好きになるっていう方を指す言葉で、まあ、今回なぜいきなり聞いたかっていうと、バトルマスターさんからだよ。名前間違えんな。はい、なんか私以外の元男の子とワンナイト、え、あれ、その中で2人でプライベートで、うんうんうん、お酒飲んでる時に、うん、まあ、俺実は、え、いていいのどっかで。まあいいですよ。じゃあちょっとやるね。はい、私とプライベートで話した時のまんまのえげつない内容を言っちゃいなさい。話さかのぼることはまあ2年前ぐらいかな、うん、僕当時その新宿界隈でやることが多くて、うん、結構新宿で飲むことも多かったんですよ、うん、で、まあ飲んでて、その日ある日飲んでて、よし帰ろうと思って新宿の界隈こうテク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 歩いてたんですよ、うん、そしたら遠目の方から金髪の欧米風のこう美人さんですよ、歩いてきたわけですよ。綺麗な女性だなってこうやってみんな見てたら、ちなみにその人って何人だったの？カザフスタン。結構胸もボイン、うわーっと鼻の穴がこう広がって、で、まあ、見てた、これ見てるわけですよ、うん、したら見てた、あ、目が合って、うん、あ、目合ってんのかな、あ、目合って、話しかけてきて英語でなんか、うん、You cool みたいな、なんか気に入ってもらってんのかな、ね、で、したら、ね、Go go go ホテル go みたいな、そんな、ほんそんな、まあ、ちょっとだいぶはしょったけど、うん、うおーと思って、うわー、うわー、来たーみたいな、神ーと思って、そのもう一目散ので、ガチャみたいな、うん、You go 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 みたいな、オッケーオッケーオッケー、go go go、 で、シャワー浴びて、で、お互いシャワー浴びて、で、普通にこう、なんかあっちも、いざ、いざですよね。まあ、それで、わー、ついに国際交流かと思って、ビデオ消してね、よし、この世界の扉を開けようと思って、バサーって脱いだら、おちんちん、ドーンみたいな。本当に外見は本当にもう女性で、あまりにもちょっと一旦この思考が停止して、あれ、何なんだこれ、ええと思って、そしたら相手はもう何食わぬ顔で、よし、始めよう。マジで？それで、どこまで？どこまで？まあ、どこまでというか、なんか僕はちょっと穴はあれあったんで、いや、なんかどういうこと？穴ってない？手、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 でも顔はもう女の子で、もう綺麗。それはさ、ジョニー的にはだよ、抵抗とかなかったの？まあ、もちろんあったけど、あ、あったんだ、もういっかみたいな、これもちょっと社会経験の一つだと思っていっかと思って、好奇心セックスもしてないですよ。もしだよ、例えば今後、あの人元男の子だって知っている人に対してでも、まあ、恋愛みたいになったら自分を受け入れられる、うん、まあ、わかんないです、その時になってみると分かんないですよね。どうなってた、でも僕は偏見とか一切ないですよ。ただここで答えないと不完全燃焼だから、動画的には成り立たないんで、イエスかノーかで答えないといけないと。じゃあ、ノー。おー、だそうです。なんで？別に恋愛をする分だったら僕はいいと思いますけど、はいはいはい、まあその将来的なことを考えると、なんか子供欲しいって言ったんで。あ、なるほどね。あっくんはなんか、なんすか今回は。まあ、うん、結構人の神髄にこう入り込む、はいはいはい、企画なんで。そうですね。はい、なんすか、なんかあっくん的には、いや、なんか、なんすか、あっくんはさ、そういう、例えばだよ、なんか、ちょっとディープな内容の経験とかあったりするの？これ誰にもマジで言ってないんだけど、一回ある、その…え、元男の子？まあ、結論言うとそうなっちゃう。えいや、これ俺マジで誰にも言ってないんだけど、3、4年前かな、なんか、その時はまあ会社の上司に、キャバクラみたいな連れてってもらって、まあ、キャバクラ、フィリピンパブかな、連れてってもらって、結構でもその綺麗な人がやっぱ多いのね、まあ、女の人、フィリピンので、しかもまあ、なんかやっぱ外人だからさ、陽気なんだよね、すっごい、あ、南国的なノリ、なんかだからすごいありがたくて、結構飲んじゃって俺も、で、上司も「おい、飲め飲め」みたいな、
これあれじゃん、もう振られたってんじゃん。やばいね。で、まあ飲んでうわーってなって、一人その女の子が結構こう話してくれるし、なんて名前の子なの？リリーちゃん。お人形さんみたいな。だったと思う、そんな感じだったと思う、うん、その日も結構わーって飲んだ後、アフターっていうのかな、なんかまあ二人で飲もうっつって。え、アフターどこ行ったの？で、あの個室の、まあ、居酒屋だね、個室の、うん、でお酒また飲んで、ご飯とかなんだ、つまみとか食べて、うん、テーブル挟んでこれでか、もう隣になんか気づいたらね、うん、こう隣同士になってて、おーおーおーみたいな。で結構イチャイチャ膝に手を乗せてくるとかね、もう結構じゃない、もうカップルみたいな、こうカッポーじゃんみたいな、おーってなって、うん、でそしたらなんかもう、まあ、もう横来てさ、キスするみたいな、うん、でもうあっくんのエベレストはもう何、チョモランマ状態、もうチョモランマですよ。なんかちょっとでも俺もスルーとかは言えなくて、おええみたいな、まあでもしようよしよう、もうあっち結構もう止まらないのよね、うん、それでまあ俺もパッとこう下見たら、相手あのまあそのドレスじゃないんだけど、結構タイトめのスカットっていうの、うん、なんだけど相手もチョモランマいやマジで、いやありえないよね。はい、分かったあれだ、そのタイトだから、いやそうこうなっちゃってるんだ、なっちゃってんのよ、もう俺よりになっちゃってるんだ、ね、やばい。やあのチョンマラムじゃなくて、フィリピンはピナトゥーボっていう山があるから俺は最初であの見間違いだと思ったんだけど、まあ、でも見間違いじゃないんだよねそう、それでまあ次の日ですよ、はい、え次の日、はい、何ですか？え、止まったってこと？でも、そこまでは行ってない、だから思ったけど、また違う個室から移動はしてないよ、別に。あ、解散したんだ。そう、そのまま解散はした。ほいで次の日、上司とかに話をしようとしたら、もうあっちからもう、あれ、あの人さ、みたいな、男だよ、みたいな、気づいた？みたいな。まあ、あっくん的にはさ、うん、実際その、どうだったの？その元男の子、うん、っていうことが分かったじゃん。うんうんうん、どういう気持ちになった？あ、でもまあびっくりはしたんだけどね、もちろん。あ、まあ、まあそうだよね、非日常だもんね。どうやらびっくりしたんだけど、うん、でもなんかそのそれこそさ、それまでっていうか、その飲んでる時とか、うん、話してる時はもう女の子だったし、うん、なんか全然最初のびっくりだけだったね。なんかだから別にマジかとかはそんな思わなかった。不思議と逆にすごいなと思うんだよね。なんかそんなにさ、性別は違うわけじゃん、そんなに女らしくできるんだなっていう、なんかすげえなとかさ。まあでもその普通に人としていい人だったから、うん、なんかあんまり変な風には思わなかったけどね。うん、全然。じゃあっくん的には別に元男の子だからうーみたいな感じじゃない？あ、それでもない、俺ないね。あ、ないんだ。全然ない。私と初めて会った時も別に。あ、全く。あ、全くないんだ。会う前から一応知ってたけど、うん、何も思わなかったって言ったらあれだけど。あ、全然別に意識してなかった。しなかった。あ、へえとも、そこまで思わなかった。むしろありがたいよね、なんかこいつ元男だから更生しようみたいな、逆に気使われちゃうのがなんか、うん、逆にちょっとこっちも収縮しちゃうから、ね。いや、ありがたいです。ありがとうございます私がやっているバンドメンバーのリーダーと、で、私の幼馴染のバトルマスタージョニー激辛だよ名前間違えんだよ。で、実はこの3人で今、私は、うん、もう一つのチャンネル、バンドチャンネルのバラエティ企画班のこの3人トリオでやってるんですよ、うん、だから今、バンドチャンネルは音楽動画とバラエティ動画っていうのをこうやって半分に分けてやってて、うんうん、で、うちらはあのバラエティー系、まあ、そんな感じで活動しております。ぜひあの今後ともバンドチャンネルの方ではこの3人がデフォルトで出てるんで皆さん見てください。そして個人チャンネルもやってるもん、激辛ジョニーチャンネルも、はい、辛いのを食べてます、ね、あとリーダーのあっくんのツイッターも画面の下ありますのでフォローお願いします。お願いします。あとバンドチャンネル、あとこのメインチャンネルもチャンネル登録お願いします。お願いします。あともしこの動画が良ければグッドボタンお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。本当にあまりにもやばいんで、ちょこっとでしょ。あ、ちょっと入りすぎたな。これでも結構辛いかもしれない。じゃあこのちょっと待って、うん、逆だよ、はいはい、こっちだよ、はいはい、ふざけんなよ垂れんだよ。どうだよ。じゃあ食べていきましょう、はい、じゃあちょっと舐めてみます。せーの。
美味しい、うん、美味しいね。美味しいわけないだろ。いや、これなんか麻婆豆腐とかね。ふざけんな。美味しいよね。やめろマジで、本当に辛いでしょ。